さあということで、アマゾネスの村編ね、時の繰り返し編が済みました、ね、キャプテンゴールドとアマゾネスの村の間にもう一つあるのがね、分かってもらえるかと、ね、57個のエンディング中現在16個ね、全然足りねえね、フルコンプリートは諦めましょう。それじゃあね、あの間のシナリオを探しにレッツゴー、始めから。さあ、それではね、さっきのルートに入るためにトカゲを出してトカゲを自殺させた、どうやらあれが分岐ルートだったみたいでトカゲを出すけどちゃんと倒すっていうのが最後のマヤの墓地編かなんかのルートらしいので、ちゃんと倒しましょう。でそんな分岐ルートする？普通でこいつを自殺させる、ね、倒す、出させないがそれぞれのメインルートへの入り方、そんな雑な分岐のゲームある？ほんま、難しいやろ、雑すぎるわ。昔のトレジャーハンター、トカゲに左右される人間、笑。これここもか、ね、ちょっと攻略サイトを見よう攻略サイトって言われても他人の動画なんだけど、ね、これがわからない。やっぱこれ A でいいんだね。攻略サイト動画、よっ、読む。あれ、キャプテンゴールド編になった。違う、そうじゃない。違う、そうじゃない。あのね、キックでこいつを落とすとまたね、そのマヤ編でもちょっと微妙に違うルートに行けるんだけど、じゃあの、じゃあ俺帰るからね、通称うつとかで。次 B 行ってみようか。よし、昔のトレジャーハンターのミイラか。祈りは不要、自業自得だ。うつとかげよ永遠なれ。ナイフもゲットした。いけたかな。呼ぶ。来た。ね、マヤの墓編。フンボって呼ぶの。こんな感じ使ったことねえわ。この先ずっとこれ出てくるからね。ちょっとググっとこうか。普通に墓地でいいのか。なんて呼ぶんだろうねこれ。こんな感じ使うことねえよ。読み方。フンボでいいんだよね。フンボ、フンボ。古墳のフンと墓だからフンボでいいとは思ってたんだけど、フンボなんて言う？俺は言わない。
わー、なんか長えな。宝石の道を抜けよ、さもなくば無数の怒りを受けるであろう。次の自らの力が試されている間では武器の力を借りる者は立ちどころ。お、武器は使ってはいけない。杯の間で悪魔との契約の儀式を行い、不死身の力を得る道具を手にする。注意せよ、モロハの刃である。聖なる刃は悪を断つ。これね。よし地位覚えた。じゃあ行こっか。ちょ、さっきのトカゲをね蹴り落とすと、このマヤの墳墓編おのこれが出てこないらしい。これだっけ。今度は私が相手だ。え、あなたは何者。貴様に我が名を知る価値なし、ただ死ぬのみ。ちょっと待ってよ、私はトレジャーハンターのジェミ。この洞窟についての情報をあげるわ。だから命は助けて。うわ、ナイフで刺されてしまったようだちゃんとセーブされたんで、ちゃんとしたバッドエンドだねこれ。私はジェームズ・アークライト、古代の神秘を探求するものです。そう、私はトレジャーハンターのジェミー。ジェミー、一人で困っていたの。困って、この洞窟についての情報をあげるからボディーガードになってくれない。怪しい。私は一人で行動します。では。ちょっと待ってよ、私の知っている情報を話すわ。四つの選択では心を選べというものよ。おお、ついて行かせてもらうわ。勝手に来んのか。お好きにどうぞ。とテンションが違う。わら、勝手に来るらしい。雲来るかな。やっぱ来るんやな。これ任した。あー今度は私が相手だ。あなたはさあ何者。貴様に我が名を知る価値なし、ただ死ぬのみ。ちょっと待ってよ、私はトレジャーハンターのジェミ。この洞窟についての情報をあげるわ。だから命は助けて。冗談ですよ冗談だよ、私はジェームズ・アークライト。冗談だよ。探求するものさ。脅かさないでよ、一人で困っていたんだからこの洞窟についての情報をあげるからボディーガードになってくれない。 OK。こんな危険なところで女性を一人にはできないな。私は紳士のつもりです一緒に行動しましょう。紳士がそんなこと言うかよ。ありがとう。私の知っている情報は四つの選択では心を選べというものよ。じゃあ行きますか。こいつは落ちんだよな。独特なイントネーション。ザーン。まあとりあえずクモさん倒してストーリーのちゃんと本編入りましょうや。クソ強キック。ね、親の顔よりよく見たクモの死にっぷりよ。じゃあ行きますか。その壁のボタンでマヤの墳墓への入り口は開くわ。マヤの墳墓です。見てるだけ。ボディーガードだからね、しょうがないね。よし行くぞ。最終編。最終編ってわけじゃないんだけど、
開いた。さあ、ということでね、ここから、バッドエンドが20個あります。条件は選択肢を間違えて死ぬことです。なので一応ここでセーブをしておきましょう。ね、死ぬかクリアするかの2通りしかないんで、これストーリー。ね、あのグッドエンディングは1つしかないんで、全ての選択肢を間違えなければグッドエンド、逆に言うと死ねば全てバッドエンドです。可能な限りね、死にながら行きますか。じゃあ行くぞ。お、岩が、岩じゃないね、扉が開いた。岩転がってくると思ったんだけどね、気のせいだったね。おっと、これ絶対溶け出てくるやん、これドラゴンボールで見たことあるな。心を選べだわ。心を選べだわ。ね、はい、ということでこれ3つエンディングの可能性がある。はい、ああ心って言ったじゃない。そして終わりかい。4つの選択では心を選べだわ。心といえばハートよ。はい、ということで次のタイル。マジかよ。心といえばハートよ。ダイヤ。え？ダイヤだったよ、正解。あいつ帰ったぞ。あいつ嘘つき。え？消えた。あの野郎。おいこら。おい貴様。嘘つき女に死刑を。やりやがったな、あの甘わら。神秘の洞窟を出た。あの甘、嘘をついたのか。あ、このシーンはやっぱあるんや。ハート。あの甘このクソ甘どうなってんだこれ。一応ね、あの昔これが流行った時に一回見たはずなんだけど、全く覚えてないんで。おやっぱり帰ったぞ、さーっと。ほら、先に行くか。あいつやっぱさーっと帰ってたね、今見たら。敵なのか味方なのか、謎の女峰富士子って感じ。次またあるね。ああどうも。はい、いつもの。まあ英国紳士キックさえあれば。ペッ、アマちゃんが。おお、まあ、せっかくなんでちょっと答え合わせしながら行こうか。読む。はい、と宝石。あ、言ってる言ってる。ちゃんと言ってるじゃん。宝石の道を抜けよ。自らの力、武器の力を借りてはいけない。ああ、なるほど。
次は悪魔との契約の儀式、不死身の力を得る道具を手にするね。えやはり宝石の道だったか。いやーセーフ。こうナイフ手に入るのが罠なんだね。まあ、そもそも蹴りの方が強いんでこのゲーム。しょうがない。ヒントがあった。さあ、行くぞ。あのクソ甘め、わら。これやね、でかい。懐最強。思ったよりでかい。なんか来た後ろから。離れ。やる？シュッ。何？聞かない。おう。繰り返すのが正解か。まあ、せっかくだからちょっと武器使ってみようか。チャカ。うわーそうはならんやろ。物理無効だと。わらわら。エンド。よし。オラよ。うわー。え？違うの？ってことは一回離れてからか。遠くにおびき寄せる？よ、そうね。おっせえなこいつ。実写のガンダムか、わら。遅いなこいつ。まあこの辺に移ったぐらいで反転していこうか。来てるね。定期的に見てるなら別だけど10年前ことなんて覚えてないよ。あれ、また来た。もう一回ヒント見る。悪魔との契約の儀式を行い、不死身の力を得る道具を手にする。聖なる刃は。英国紳士キックが効かない。効かないんだよ。死ぬ死ぬ。次ぐらいでそうそう死ぬぞ。この部屋なら武器は大丈夫。くれ！ダメみたいですね。あのそこにある青いやつが薬なのかな。調べてみるか。一応この部屋的に言うと、ほらここがなんかあるから、これ。ほらあった。これか。あん、わかんないよ。なんかあったっけヒント。うん。色、色。不死身の力を得る道具。紫。中の色。青、青か。これはもう青しかないやろ。青だ。使用不可能。行くぞ。青だ。
よいしょ。どうだ。うわ、違うの？さっちゃわかんねえわ。緑ではないよね。黄色か赤だよね。青に普通に赤でいいのかな。 RGB 後ろから来てる。先に取っちゃダメなのかよ。いや大丈夫だ。死ぬ前にぶち込んでみよう。黄色か赤だと思うんだけど。あ、ナイフを使うってある。え？おお！やった！え？思ってたのと違う。これまた自分のきつかったのかってことは赤か。正解は血を入れたのか。わら、モロハの聖なる刃は悪を断つ。お、なんかあるね。あ、石仮面だ。まあ取るしかないよね。うわー、脱出か。リスカやめてください。急げ。吸血鬼になれそう。ジェームズ大丈夫だった？また来たこいつ。いつの選択では心を選べは本当に罠を抜ける方法だと思ってたの。ごめんね。あ、それはマヤの仮面。お願い、私に譲って。断る。この仮面は古代文明の貴重な遺産だ。研究のためイギリスに持ち帰る。そうなの、分かったわ。あのクソアマー、言い忘れたが、この部屋では武器を持ってはいけない。あ、もし武器を持つと、持つとどうなるの？あ、されてしまうんだよ。持っている人物が。セメイトの面下げ鉄板じゃ。なんで知ってるんですかね。まるで自分が消されたみたいな。どうやら遅かったようだな。どうやら遅かったようだな。体験談、笑。帰るか。ザマ味噌汁。よし、やったか。わらわら、あ、今転がってくるよね。これ戻った方がいいんじゃない？わら、まあ行ってみるか。とりあえず落ちんようにね。ここはいつも落ちる。おかしいだろ、ここの視点さ、いつも思うけど。おっと、ご苦労だった。ご苦労だったさ。マヤの仮面を渡してもらおうか。これはかぶるしかないな。うりー、貴様。うおジョジョかな。こうして私は吸血鬼になったのである。ね、マヤの仮面を渡してもらおう。捨てるって言いましょうか。とりあえず捨てるぞ。近づくと仮面を谷底に投げ捨てる。貴重な古代の遺産を研究もせずに闇に葬るような真似がお前にできるのか。本当に投げ捨てる。
はぁ、あぁ、死んだ。マヤの仮面を渡してもらおうか。捨てるぞ。近づくと仮面を谷底に投げ捨てる。貴重な古代の遺産を研究もせずに闇に葬るような真似がお前にできるのか。ねえ、クソ。ジェームズ、これが何なのか知っているか。石壁ですよ、ね、これは不死身になれる仮面なの。うん、ディオですね。なんで仲間倒したの。シャオー、なんと水長剣。これはもう俺を殺すことはできない。これはなんと水長剣。仲間倒した、わら。この運動能力を見ろ、わらわら。俺は無敵になったのだ。かわされた、わらわら。あの丸をしながらキックしようと思ったら選択肢だったみたいで、よくわかんない一番上を選んで死にました。これがわからない。何選んだの、銃で撃つを選んだのかな。さあ、こここの運動能力を見ろ、俺は無敵になったのだ。ね、あった、ナイフ。近づいてくるの、逃げる。ああ、近づいてくるの待ってみようか。今ナイフを投げても簡単に避けられてしまう。もっと近づき、確実に仕留められるチャンスを待つ。恐怖に怯え敗北を認めた男の目ではないな。何か策を練っているのか。弾丸などは今の俺はこの距離なら避けてしまえる。しかし貴様はどうか。何？俺はここから攻撃させてもらう。なんだと。逃げる。わかんねえよこんなの。何が正解なのかわかんねえよ。この運動能力を見ろ。俺は無敵になったのだ。待って。で、さらに待つか。簡単に避けられてしまう。もっと近づき、確実に仕留められるチャンスを待つ。恐怖に怯え敗北を認めた男の目ではないな。何か策を練っているのか。敵も結構頭いいよね、バカだけど。弾丸などは今の俺はこの距離なら避けてしまえる。しかし貴様はどうか。俺はここから攻撃させてもらう。じっと死ね。うわ、死んだふりか。あれ、どうやらいつもしているペンダントに弾が当たり死ななかったようだな。さて、これジョジョじゃね。ジョジョで見たことあるよね。気絶しているだけで息を吹き返すかもしれない。あれ、これジョジョだよね。来た。ジョー太郎かな。ハルミスは病院に送られ、私は割れた仮面をイギリスに持ち帰った。仮面の謎について詳しく研究されるだろう。さあ、次なる冒険が私を呼んで。よし、グッドエンド。あのね、立ち上がるやつはすげえなんか覚えてるわ。ジョジョパクったな、ノットトレジャーハンター。わら、いや違う、逆かもしれない。ジョジョがノットトレジャーハンターをパクったのかもしれない。こんなそっくりやもん、きっとどっちかがパクったんだよ。なるほど、ジョジョの元ネタはノットトレジャーハンターだったんだな。第三部完、わら。いやー、一番江戸っぽい江戸かもしれない。はい、ということでね、マヤの墳墓編無事クリアですね。一つしかエンディングないんで、これがエンディングです。あとは全部せやろか、バッドエンディング。
ジョジョが先だよ。いや分からへん、こっちが先かもしれん、この世界線では。さあちょっと気になるところいくつかあるからね、もうちょっとここの行こうか。やっぱ石に転がってくるところ、石仮面を取らないあの辺ぐらいはちょっとやりたいよね。まあ、この頃もうすでにジョジョ3部ぐらいだからね石仮面ネタ1部だからね取る。さあじゃあちょっと渡してみようか。次はほっといたら死ぬのかなこれ。ここのアイテムなくなってる、なくなってるな。ジョナさんも英国紳士なのでセーフ。ジェームズ、大丈夫だった？大丈夫だった、ジェームズ。選択では心を選べは、本当に罠を抜ける方法だと思ってたの。ごめんね。さあ、じゃあくれてやるか。あ、それはマヤの仮面。お願い、私に譲って。しょうがないな、のび太くんは。君が欲しいというのなら、私は喜んでこの仮面を譲ろう。英国紳士としてはね。ありがとう、ジェームズ。上から降ってくる石に潰されて洞窟から出よう。とかもありそうて、わら。さあどうなる。おお、出てから。お人よしのおバカさん。あの部屋の謎を知っていたのか、このアマは。これ絶対さ、ここギリギリ潰されないよね、ここにいたら。ほら、あ、出れない。がっくしした。じゃ、死のっか。あぺちゃんこになっちゃった。さあ、私の記憶は正しいのでしょう。私の記憶が正しいか、この運動の動きを見ろ。俺は無敵になったのだ。ね、まずは近づいてくるのを待ちましょう。今ナイフを投げても簡単に避けられてしまう。もっと近づき、確実に仕留められるチャンスを待つ。恐怖に怯え敗北を認めた男の目ではないな。何か策を練っているのか。弾丸などは今の俺はこの距離なら避けてしまえる。しかし貴様はどうか。俺はここから攻撃させてもらう。こいつも結構ね、やっぱ頭いいよね。死ね。エイムが良すぎたんだよね。どうやらいつもしているペンダントに弾が当たり死ななかったようだな。さてこれからどうするか。さあ立ち上がるよ。すっ、まだ死んでいないのか。死ね。でここなんかすげえ記憶に残ってた。さあということでね、5つのシナリオの、グッドエンド完です。